どい雨だぜ。前進しろ。落下してくる塔を確認、注意してください。始めよう。嘘、塔が落ちてくるぞ。落ちてきやがった。よっしゃ、仕事の時間って。糸を出すやつが出てくるぞ。ベータ型だ、ベータ型が来るぞ。あの塔を放置するわけにはいかない。被害が広がる前に破壊するぞ。もうすぐ戦闘になるぞ。よっしゃ。軍人になる決心はついたか。兵士はいいぞ。年金も出る。老後は安心で。でも死亡保障には期待するなよ。塔を破壊しないと町が怪物だらけになる。町を怪物で埋め尽くすのが敵の狙いだ。俺たちが許さない。塔を破壊し、奴らの目論みを阻止する。仕事の時間ってわけだ。入れたくない。危なかった。武器の提供は終わっています。全員少し休め。ようやく片付いたぜ。落ちてくるぞ。これは武者狂い。敵のベータ型が出てくるぞ。イエスさん、死にたくない、死にたくない、ちょっ死にたくない。助けてくれ。敵の射程内に入ります。先ほど EDF から驚くべき発表がありました。世界各地に飛来した飛行物体は地球外文明の宇宙船だということです。 EDF はレーダーの記録データを公開。それには無数の飛行物体が地球軌道上に出現した瞬間が記録されているとのことです。あまりに衝撃的な内容に報道陣をはじめ集まった人々は言葉を失いました。現在 EDF 総司令部には世界中の報道関係者が詰めかけており、大混乱となりつつあります。やりすぎだろ。お前たちは強い。制圧したぞ。敵がエイリアンだと。いくらなんでもまさか。俺は納得したぜ。この目で円盤を見たんだ。信じるしかねえ。やあ、ちょっ、塔だ。また来やがった。まもなく戦闘が始まります。武器の点検は終わっています。死にたくない、死にたくない。EDF 総司令部に無数の人々が詰めかけています。大混乱です。報道関係者ばかりではなく一般市民まで集まり始めました。発表を疑い抗議する者、対策を問いただす者、保護を求める者、さまざまな要求が怒号となって飛び交っています。ニカチ、きっと安全な場所へ連れて行ってやる。気休めもいい加減にしやがれ。助けてくれ。ミソ、民間人の護衛に部隊を割こう。安全な場所まで連れて行ってやれ。